わよ。離れないようにね。この先に行くぜ。第8部ジョジョリオ、第1話ファントムブラッド。これは歴代の主人公たちと戦っていく流れかな。現代の日本、 S 市もみじく森王町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見される。う、埋まってる。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。後見人によって東方丈介と名付けられた彼は、自分の記憶を取り戻すため再び壁の目に向かうのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。なんでジョナサンと戦うんだ。ファントムブラッド、ファントムブラッド、なんかすごいフラットな声で言われてしまった。誰かが埋まってるのを発見する。白人の巨漢は地面から這い出てくると、何、どういうシナリオだよ。ストーリーないなら無理して作らなくていいんじゃねえのか。シークレットない。待て、お前は何者なんだ。ゾンビになど誇りある我が名を教える。会話をしろ、会話を。ゾンビかよ。ダメだな、連打のツルツルだわ。ちょっと これだけでいいよね。うわ、上に伸びた。楽なコンボがあるといいな。さあ話せ、俺は誰なんだ。なぜ首に星型の技があるんだ。なんていうかワンパターンだよね。シークレットないから特にこれを狙えってのがないんだよな。今お前の体から摩擦を奪った。ツルツルだ。おら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 まさかの。なんだあいつは。いきなり襲ってきやがって。いきなりのことで。さっき、それはさっきのあいつか。誰だ。八部のヒロインの元彼氏、微妙に彼氏とは違うな。何？倒れるとそのまま地中に埋もれて姿を消した。驚きながらも壁の上には何かがあると直感し、探索を続けるのだった。また別の誰かが埋まっている。白人によく似ているがどこかから印象があった。ののしり襲いかかってきたのであった。一体何をしたって言うんだ。当然シークレットなし。プレイヤーの攻撃力と防御力がアップしするけども、敵のヒットポイントが断続回復。俺は自分のことを調べているだけだ。この野郎、きっちりとぶちのめしてやる。常に喧嘩売られている。シークレットミッションがないからな。特に本、あ、でもいろいろ楽しむためにいろいろ技を使っていこうか。楽しいもんな。同じ技だけで戦うのも楽しいものがある。ウェイ、
視力を奪える。あ、挑発。何つんだろう。舐めるな。という。舐めるな。はっ。めっちゃゼロになっちゃったみたいな。この摩擦を奪う。投げ。倒せ。あとは。ほらほら。さあ話せ。俺は誰なんだ。いかなくちゃね。マジ舐めるなよ。マジ舐めるなよ。ちょっと待って、拾えばいい。倒せるのか。倒せ。ほらほら。戻ってきたのに当たった。マジ舐めるなよ。で、こうか。踏めて。ふざけんな。ふざけんな。まぬけだぜ。まぬけだぜ。ツルツルだ。だから俺も。せっかくだから。あいた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 。銃で撃たれて死んだらどうするの。ソフト&ウェット。生だし。今、お前の体から摩擦を奪った。おら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 おあ、微妙にメッセージは繋がってる。関係すぐあるけど。関係はある。スターダストクルセイダス。ってことは次はジョータロウだな。また埋まってんの。あ、埋もれていった。また誰かが出てくるところを目撃する。日本の高校生のように見えたが、今の男たちに劣らない体格をしていた。近づいてきた。結局喧嘩は売られるんだ。ジョータロウ。間違いなくジョータロウだ。相変わらずシークレットミッションなし。俺は自分のことが知りたいだけなんだ。てめえがかかってこなくてもやるぜ。問答無用に喧嘩売ってこられてる。ほらー。嫌だ。あっ、これどうなんだ。あっ、離れた。ほらほらほら。はい、フォーラー。ダッシュモードあんのかな。妙なことは考えるなよ。やめ、妙なことは考えんなよ。ヤンキーみたいですね。ほら、あえてちょうどどこにも刺してやる。キリボムが良いわ。どういうことか。でもスタンド出した状態だと回避なっちゃうんだよ。打ち上げ、こう、もうそこから何かを。つながった。おらおらおら。どうしよう、なんかからコンボ入ってんだな。入らなくはないと思う。多分昇竜拳に。スタートダッシュ。オラ。マジ舐めるなよ。これにフックにキャンセルかけて超技を来たら繋がんじゃねえか。繋がってる繋がってる。お前の体から
摩擦を奪った。負けてシチュエーションフィニッシュ。滑っていける。おらさあ、ハッチぶん殴られるがいい。あれぶん殴られなかった。これで3人目。いや、俺を入れて4人か。自分も一緒だってことが分かっているよな。ってことは7試合か。だるいな。ダイヤモンドは砕けない。もうこの文章いらねえだろ。また別の誰かがあって、このストーリーモードに意味はあるのか。警告の声を発するのだった。誰の髪がサザエさんみてえだってって言うのかな。何者だてめえ。スタンド使いだな。ダイヤモンドはふざけない。確かに。そうだな。わらわら。射程距離内。ほら、ガンは。我慢しておけ。ミスってんじゃねえか。ほら。あ、なんかシャンが1ポイントすごい減ってる。ウェイ。視力奪うとどうなんだろう。対戦でやると相手のこう視力なくなった状態から始まるとかだったらおもろいんだけども。飛べ。さあ話せ。俺は誰なんだ。ずるずるだ。半分からはちょっとダメージ的に。よっと。ふざけんな。痛い。ドラドラじゃねえよ。ドララーン。お前はミニドラか。視力を奪える。そして踏む。あ、ドーン KO。 多分7人出てくると思う。黄金の風。もうこの文章いらねえって。この文章も同じじゃねえかよ。不思議な雰囲気。日本人なのか欧米人なのか敵なのか味方なのか、そろそろも判別がつかない。ジョー、凄みのある声で話しかけてきた。なんて言ってごらん。組織の資格か。あなた覚悟して来てる人ですよね。覚悟はできているか。俺はできている。覚悟だと。俺は自分が誰なのかを知りたいだけだ。うまい。シャボン玉だ。視力を奪える。ミスってても連打してたら最後まで出ちゃうのか。なんで。よし。嫌だ。来た。しゃがみとめまいがする。なんだ。明るい輝きで道を。来た。こっちの攻撃よりも相手の方が強いじゃないか。名言をたくさん使っているから、ユーヤさんにことは似合いますね。踏め。これで踏まれた。ちょっと死なねえか。あ、よかった、死んでくれた。
ゴールドエクスペリアルそうだこのジャンプ攻撃の性能いいな大攻撃見つけてるのかずっとマインジャンプ裏がんねえのかなこいつがこいつが無駄親父釣りの無駄無駄がなんだこのかっこいいポーズジョジョ立ちであるよしもう意味もないコンボで決めてやるぜあれ小技する前に終わっちゃったまあいいか継承品種出たしキリがないのはこっちの方だ次のシナリオだあと2回かストーンオーシャンなんだこの棒読みはストーンオーシャンはいはいもう分かったからね、はい、分かったから女性だったって倒しそうな目つきで彼を睨み臨戦態勢に入るのだった嫌われてるな多いですねこれが神父の手下だな会った瞬間から敵扱いだね素顔を晒すとはなこれが俺のことを調べてるだけだ終夜ほらできるだけコンボも変えていきたいけど別に変えたってのはそもそも知らないキャラでコンボってのはできねえよジョリーもちゃんと動くほかのザコどもに比べてよく動くじゃないかよりにいてこれずっと残ってんのかうぃよしあえて長技まで使って倒そうひまわりストリームって検索するとひまわりストリーム終夜って出てくるよさあ話せ あ、2回目こけやがったマジ舐めるなよ2回まで投げてるのは昭和のレベルもう1回コンボ入れた方が強いなマジ舐めるなよ俺が跳ねられたなかった1000ヒットでやるやべもう一発食らったどう決めようかないまいち超技の当たり判定が強いとかそんなにくらい分かってねえからなつまり生出し食らうんだよコンピューターのレベル低いんだよなまあノーマルだしなあとはジョニーか超技2回ならエスになんだね一体自分が誰なのかということに悩むお前は第2秒ぐらいだな強かったですね一応これまでの中では一番強かったそこまで強くはないけどよしせずこれであれ最終話じゃない誰と戦うんだ最終話
はいはい、さようなら。馬だった。こんだけ内容ないならストーリーモードじゃなくてアーケードモードでよかったよね。お前、大統領の追手だな。しかも全て敵と決めつけて戦ってくるだけっていう。俺は自分が誰なのかを調べている。あんたは何か知っているのか。会話になってねえんだもん、こいつら。やばい、ソフトバンク。もう出しとこ。視力を奪える。今から落ちてる。そこまで行かなくては爪の方が。この裸で助け。そこまで行かなくては裸で助け。そこまで行かなくては考えるなよ。相手に残れば増えてる。ピーそこまで行かなくては。なんだって超技まで決めて終わらせておこうか。視力を奪える。出して爪の方が回転。あれこけないのか。馬乗ってるから。あ、馬乗ってるとこけねえんだ。これ隙だらけになるんじゃん。なんで折れてんだ。ジョニーの色っぽいポーズ。ふざけんなまでしてたらキャンセルかけた方がいいのかな。シャボン玉だ。あ、勝った馬からいつ降りたんだ。じゃあ最終は誰なんだ。もうこれで終わりかと思ってたんだけどな。リオか。一体次のシナリオは何なの。ジョジョリオ。自分か。自分と戦って自分を知るみたいな。まさに第二秒。あ、やっぱそうだった。哲学だね。ジョジョは哲学。新しい名言ができてしまいそうだ。お前誰だ。名前を言え。お前自身の名前だ。なんて言うんだい。いいや、お前だけが言うんだ。名前を言え。第2秒。ひどい。柔らかくて強い。セーブされたい。シャボン玉だ。ラブしたぞ。奪って。マジで何ばっかりやる。マジ舐めるなよ。うわぁ。戻れ。倒すぞ。よし、来た。妙なことは考えるなよ。やべ、ソフトアンドウェット。しゃがんだキックの速さも異常なんだよ。よし、決めておこう。全長は生でした。出しとくか。視力を奪える。奪えた。やばい、18ヒットって多いな。残る系の飛び道具って結構うざいよね。ふざけんなよ。そこから何かを奪う。特に合わない。ツルツルだぜ。頭がシャボン玉だ。視力を奪える。ガーン。
わあ、なんという内容のないストーリーモードだったんだ。結局自分分かるのか。何も分からないままだ。まあ結局この場所で見つけ、結局そうだよな。同じ、何も分かっちゃいない。お前は何も分かっちゃいないんだ。ジョウスケは謎の8人との激闘を、一人自分じゃねえか。だがジョウスケの知りたいことは何一つ判明しないままだ。それはこれから明かされていくんだよ。結局何もわからないままだ。この場所で見つかった時と同じ。ふと彼は自分を発見した少女のことを思い出す。広瀬やすほ、彼女に会えば何かわかるかもしれない。ジョウスケはやすほに会おうと心に決めるのだった。To be continued。 あ、エンディングだ。これでゴールドトロフィーがもらえるはず。ジョナサン、サンライトイエローオーバードライ。リオが壁を登っている。いい演出じゃないか。エンディング。ハングドマンの声断ち切って見えたのさ。いいな、演出いいな、かっこいいな。ほんとこれモデリングだけは最高だよこのゲーム。終わったんですか。第2位ジョセフ・ジョースター。ラバン・オーバードライブのビート。じゃあカード様、考えるのやめて。アルテミックシングカードの誕生だ。逃げるんだよ。ジョータロウ、オラオララッシュ。そしてディオ、ロードローラー。これから脱出まだしたことないんだよな。つうかこれされるんだったらディオでロードローラー使わねえよなって。グレートですね。今お前なんつって、俺の頭のことドラ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 ララ。ヒラークイズ、ヤッホー、戻ったぞ。今お前なんつった。キラヨシガヤ。塩花さんじゃないですか。塩花ハルーナじゃないですか。ストーリーモードのゴールドエクスペリエンスレクイエム状態で常に戦えるってやつが面白かった。キングクリプト、ジョジョ×シュウヤさんのコラボいいな。ジョリーンだ。初めてジャンプで見た時はジョリンだと思ってた。ジョリーンだ。ストーンフリー、これも昔言われてたんだよな。あのスタープラチナから始まってクレイジーダイヤモンド、ゴールドエクスペリエンス、そしてストーンフリーってね、どんどんと石のランク下がってんじゃねえかってよく言われてた。
さらに英国紳士から始まって不動産王、不良、不良、不良、一応丈太郎は不良レッテルだから学生だな。そして4部で不良で、5部でギャングになって、6部で囚人にまでなったんだよな。なので中の方の人物の社会的地位もどんどん落ちていってるって言われてたんだよな。スキルボールランはまあリセット。そしてジョヨリオンでは今記憶喪失と。トロフィーバンバンもらえたけど、どれだけ黙ったかな。うまい。あ、挑発したかよかった。コングラチュレーション。スタッフロール。あ、ジョジョリオンはシルバートロフィー。そしてストーリーを全てクリアしたがゴールドだよな。数奇な運命。5つのゲームにこんなに多くの方が関わっているのか。これはすごい。驚き。シナリオコンプリート。この先に物語があるわよ。ないんだ、そんな高いのなかったよ。トロフィー、トロフィー、トロフィー、どこまで溜まったかな。同期中、同期中。77% か。普通にストーリーモードクリアするだけで 77% ってかなり多いよな。当然一番上はプラチナで、ゴールド、ブロンズ、あとな、まだなのはだいたい取れてる。バーサスで対戦、まだ対戦してないからな。ギャラリーのアイテム100個、これも余裕だな。500個も多分余裕。ガードクラッシュがまだなんだよな。とギミックも多分そんな難しくないよな。うん、これもそんな難しくない。これもそんな難しくないな。この隠しトロフィー2個とこの2つか。これがちょっと分かんないな。まあそのうち判明するであろう。ネットワーク対戦しろとかもあるかもしれないし。つうわけで現状普通にクリアしただけで 77%。 ちなみに未来への遺産は 100% ゲットしておいた。これそんな難しいのなかったからね。一番難しいのは、これだ。ヌール戦パーフェクトが一番難しかった。あとはめんどくさいだけだった。やめるわけ？やめるわけだよ。してあげようか。礼儀お姉ちゃん。それじゃあ、またね。またね。おせっかい焼きのスピードワゴンが各モードを案内してやるぜ。はい、というわけでジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルストーリーモードを、無事コンプリートということでね。とりあえずまあ普通の一人プレイはこんなものかなと。まああとは今ちょっと結構友達飼ってるんで、ある程度慣れたら対戦動画いくつか撮ってみようかなと。あとは熱帯もいくつかぐらいはやってみようかなというような感じなんでね。まあ、一応一区切りということで、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルは一旦ここまでということにしておきます。それでは、最後までご覧になった方はお疲れ様でした。また次のゲームでお会いしましょう。それではさようなら。